明けても大木監督はいつもと変わらず電車通勤。今日こそ3度目の正直に向けてファンの思いはヒートアップ。マジック4で乗り込んだ福岡でノックアウトされ本当に悔しいよと言った野田、汚名挽回の最高の舞台で2回は3者連続三振。ホークス戦3連勝で乗り込んできたマリーンズ V 阻止のマウンドは9回スピードボールナンバーワンのイラブ。こちらも豪快な三振ショー。0対0で迎えた4回、先頭の林ライトスタンドへ第3号の先制ホームラン。まさしく今が旬のマリーンズが1対0とします。5回ワンアウトから突然イラブが乱れ連続フォアボール。イチローにもストライクが入らずツーアウト満塁。今日イラブから唯一ヒットを打っている柴原でしたがイラブ11個目の三振。せっかくもらったチャンスに同点にすらできません。マリーンズ6回ツーアウト1塁で堀、左中間を抜いてボールはセンターイチローからショートスグロへ。一塁ランナー林隙をついて一気にホームへ。しかし中島ナイスブロック、1点差を守り抜きます。ブルーウェーブ8回、今日2打数ノーヒットと天敵イラブに抑えられているイチロー。イチローが出ればイケイケのブルーウェーブ、バントで送って二塁へ。3番の小川、9回からマウンドには成本。ワンアウト二塁になったところで大見監督代打ニール、バレンタイ監督は左の川本。ツーアウト。ネクストバッターサークルにはイチローが、4万人のため息とともに劇的なサヨナラ優勝も消えていきました。雨が降ったんで、体中びちょびちょ。今日はみんなもうイラブに勝った。いかんなあ、ほんまにこれ、ああ、みんなカチカチなっとっちゃう選手みんなが。優勝へのマジックは1対3、気を流した、打ちました。センターの右打球が高く上がっている。センター赤鉄を広げている。諸角が赤鉄ボールを取った。試合終了。オリックスマジック1のまま今日も足踏み。なあ、なんでやろな、あっちゃ腹立つな。野田凛頑張っとったのにな。残念です。明日は必ず、はい、明日も来ますか。はい、来ます。あーか残念でした。あーおちゃんみたいや、バンダー言わねんな。大事なところで打たなあかんで、ね、明日は打ちます。すいませんわ。すいませんでした、今日は。トリコ。ね、本当になかなかですね。普通のシーズン中の通りにね、戦えばいいと思いますし、とにかくまあ、3連敗しないように1つ勝つように、ぜひまあ神戸で、終わりたいと思います。足踏み3日のオリックス、今日も2回いきなりワンアウト2塁1塁のピンチ。ここで南淵はオリックス先発長谷川の甘いカーブを捉えタイムリー。ロッテが先制します。マジック1となってから18イニング連打なしというオリックス打線ですが、ロッテ先発小宮山の立ち上がり、田口小川は連続三振。そして3回同点のチャンスにも一郎三振と全く快音なしとかなり重傷。
ようやく5回、今日チーム2本目のヒットが高橋聡第2号ホームランとなり2対1、1点差とします。さあここからが反撃ムードが、ここでもまたイチロー2打席連続の三振と大ブレーキ。7回には守りのミスで決定的な3点目を奪われたオリックスは8回、2アウト満塁と胴上げに夢をつなげるチャンスを作るも、中島の強い当たりは惜しくもサードゴロ。川本、成本の必勝リレーに今日も阻まれたオリックス、地元神戸での胴上げを叶えられるんでしょうか。応援していただいたる、たくさんの、ね、ファンの方も期待しておいでですので、明日はもう本当に死ぬので、この一試合というような形で頑張りたいと思います。優勝どうも、お願いします。また参加してよ。いや、そうだよ、その場には入りませんから、ね、どうぞ、頑張りましょう。ありがとうございます。今諦めませんもんね。それはもう諦めてったらもうずっと落ちるだけだもん。やっぱそこで歯止めをして練習して頑張ろう頑張ろうでいけるから。マジック1となり若干プレッシャーを感じてるオリックス選手とは対照的に、今日も自分たちの野球をやるぞという千葉ロッテマリーンズ、どうなるんでしょうか。代打の代打、ベテラン岡田です。ワンエンドワンからストレート勝負で内野フライ。これも143キロのまっすぐにね、押されましたね。これで2アウトです。しかし、まだチャンス続きます。3番の小川、2エンド2から、これもストレートに押されていますが、センター前、意地で持っていったという感じ。一塁二塁となります。この後、ニールがフォアボールで満塁。さらにチャンスが広がります。まあ、今日一番の盛り上がった場面でしたね。はい、ピッチャーは成本にスイッチ、まあ、昨日と逆パターンのリリーフですが、バッターは一発ある中島登場、はい、2アウト満塁、ワンボールからの2球目、サードに8番、これがね、本当に勢いのある時はレフトに抜けるんですが、はい、この回無得点です。ロッテの継投大成功。オリックスはしかし9回にもチャンスを作ります。DJ ツーベースヒット、ツーアウトランナー二塁でバッターボックスに福良、この後はもう一塁という場面ですが、福良対成本、しかしショートゴロで試合終了です。オリックスはマジック1から3度の足踏み、昨日を選ぶ今日小宮山、首位締め、今のロッテは本当に強いんです。でご覧のような、佐藤投手、そしてヒルマン投手なんですが、やはり明日打ち合いになるんでしょうかね。やっぱね、佐藤義則投手はこれ、ね、唯一このオリックスで優勝経験あるピッチャーですし、で、あのノーヒットノーランでしょ、はい、で開幕投手佐藤さんで勝ってますし、父はありますよね。佐藤で始まり佐藤です。そうなんですよ、やっぱり神様そうしてるんじゃないですか。どうなんでしょうかね。ベテランのね、この野田投手、長谷川投手、違うぞと、佐藤義則だと、いうことで、ここで決めてもらいたいということで、その明日の試合なんですが、そのオリックス対千葉ロッテ戦、ご覧のチャンネルで明日放送することになっていますので、ぜひそのね、一番いい瞬間を皆さん一緒に楽しんでいただきたいと思います。さあ、お知らせの後は広島対巨人戦をお伝えします。普段の状態で臨むわけはないんで、その中で力を出していかないとね、自信だとかそういうものは発信できないですから、まあ、これ頑張って、やっぱりここ数日間ちょっと違う雰囲気で、もちろん違いますよ、はい、それは当然のこと、僕らは固くなってプレーするのも当然のことで、やっぱり神戸ですよね。そういうふうに言われ続けて1週間、1週間、はい、私たちも待ちに待ちました。僕たちも伸ばしに伸ばしましたそうそう、ね、ファンもいっぱい待ってます。はい、なんとか期待に応えたいんですね。いや、技術なんてみんな持ってるんだよ。それが出ないか出るか出ないかですよ。あとは気持ちの問題だから、やっぱりそういうのが
強くもう持ってやればいいんちゃうかな。初芝選手に抜かれてしまいました。ホームランは残り10試合で4本差、イチロー選手の三冠王はちょっと難しくなってきましたね。佐藤は6回にもツーアウトから3番の堀、4番フランクの連打で2塁1塁のピンチを招き、打点王のタイトルも狙う5番初芝を迎えます。アウトコースで追い込んだ後、勝負球は一転してインコース、初芝手が出ませんでした。今日は何とかいけるでしょう。けれども、まあ、ピンチ見るのはね、今日こそ決めてもらうとですね。3対1とリードしたオリックスは8回から好投の佐藤に代えて若き守護神20歳の平井をマウンドに送ります。パリーグ新記録の42セーブポイントを挙げている平井ですが、10月に普段の球威がなく、ワンアウトから連打を浴びます。2アウトとなって4番フランコにはデッドボール、これで満塁とピンチを広げます。5番初芝、センター田口一歩及びません。オリックス3対3の同点に追いつかれます。この後再び満塁となって7番南口、走者一掃のツーベースヒット、ピッチングが単調となった平井、いずれもストレートを狙われました。継投は迷ったという大井監督、オリックスはこの回一挙に5点を奪われ、6対5と逆転されます。泣きそうになってきたわ、もう分かるかな。何としても地元で優勝を決めたいオリックスはその裏、ワンアウトから4番の小川がツーベースヒット、ツーアウトから高橋聡がフォアボールを選び、一発出れば同点と反撃します。ロッテはここで先発キルマンから川本へスイッチ、バッターは7番元石、ファウルで粘りますが最後は三振。オリックスは逆転負けで4連敗。頑張ろう神戸を合言葉に戦ってきたオリックスナイン、地元神戸での胴上げはなりませんでした。もうめっちゃ腹立つわ。もう今日は決まろうも敵対してたのにね、もう残念。まあ応援市民の人としてオリックスの優勝はぜひ地元見たかったんですけどね、残念です。惜しかったね。残念でした。ね、また頑張るわ。緊急ミーティングを終えた大木監督、神戸で決められなくて申し訳ないが、選手には残り10試合あるから、あまり深刻にならないように話をしたと球場を後にしました。点追加点は欲しい。まあ、当然このピンチランナーだと思ったのは出さない。しかもその福良がですね、送りバントをする。しかし岡田ゆえにね、三塁八芝がね、もう投げるわけです。あれがもし足の速い走者であれば、一度見て一塁投げて、まあワンアウト二塁で一度を迎えるという形になるんですけれども、なぜというのがね。そしてまた9回ですね、ノーアウト岡田はフォアボールで出塁します。それでね、この時ね、3点差はあるというものの、もうロッテのその体型というのはもう全然フランカーもうベースにつかずに普通の守備位置、ゆうゆく盗塁できるにもかかわらず、確かに3点ですから、そのランナーをためるということは大事なことなんですけれども、どうぞ盗塁をと言ってくれてるのに先の塁へ進まない。進めばノーアウト2塁という形から追っかけられる、まあ、そういう最善の努力をこう怠っているというか、むしろ気がつかないと言いますか、はい、まあ、その随所にこのベンチも何かこう普段と違ったね、その目配り気配りというものが、その冷静にこのものを見つめていけなかった試合じゃなかったかなと思うんですよね。なるほど。まあ、5点取られてガクンときた気持ちは分かるんですが、ね、やはり次につなげるためにも、だからあそこでね、フランコにデッドボールを与えた、はい、まあ、そこでベンチから誰かが、あるいは初芝にテキサス打たれて、その後同点ですから、そこで誰かがこう間を取りにマウンドまで足を運んでやればと思ってたのは誰も行かない、うん、何かもうベンチもなんか放心状態といいますか、まあ、そういうのが今日のゲームだったですよね。なるほどね。
ね。あの実は一昨年の西武時代のことを引き合いに出して申し訳ないんですが、森井さんは優勝前に引き分けを挟んで4連敗した時があったんですね。その時の心境って思い出されませんか？ありますよ。それはね、全部チームが違うんですよね、近鉄オリックス大英、最後にロッテと、はい、それぞれみんなエースクラスを持ってこられましてね、まあ、終盤になれば当然そういうことがあるんですけども、ワンカードいわゆる3連戦をね、全部失うということはまあなかなかね、まあ、いつかはだから勝つということは本当に難しいし、定義づけられた中で勝つということは何も難しいということですよ。そうですね。さて昨日2万3000が